政府は2020年度の国と地方の基礎的財政収支は23兆2000億円の赤字になるという中長期資産を発表しましたこの資産は内閣府がまとめたもので政策に必要な経費を借金以外の税収などでどれだけ賄えているかを示す指標です2020年度の黒字化を目標としていますが内閣府の資産では23兆2000億円の赤字となり 去年6月の試算からら兆5000億円赤字が膨らみました消費税率に換算すると9%程度の増税か歳出の削減が必要となります今回の試算で消費税を含む税制や社会保障などの抜本改革に向けた議論が高まりそうです